はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1618日目ですね。はい、現在2024年5月13日の、15時17分なんですけども、今回ねちょっと契約書の方をね開封していきたいなと思うんですけども、ゴールド契約書10枚とあと S ラン確率 10% 契約書が1枚2枚確か3枚あると思うんですけども、3枚ですね。はい、このゴールド契約書10枚 S ラン確率 10% 契約書3枚ね、今回開封したいなと思います。ぜひねオリックスの選手、A ランク S ランク出てほしいなと思ってます。はい、その前にですね、まずはお知らせの方からですね、はい、ご覧いただきたいなと思うんですけども、まず選手追加ありまして、 S ランクが先発 A ランク保守ということで、オリックスはですね宮城選手ですね。はい、宮城選手 S ランク来ました。あとでねちょっと能力の方も見たいなと思うんですけども、保守の方で若月選手ですね。はい、来てます。でイベントがですね高打の達人でしたね。はい、僕まあ1回だけちょっとやったんですけども、まあ、報酬の方でね、そうですね、こういう感じですね。ゴールド契約書とか A ランク契約書、あと S ランク契約書の補助券もありますね。はい、でイベント限定 A ランク選択契約書新戦力、この覚醒のやつですね。はい、これもありますね。はい、で S ランク確率 30% 契約書ということですね。はい、で制覇報酬で、自由エナジー A ランク自チーム契約書、 S ランク確率 10% 契約書ありますんでね、まあ4日間でしたかね、イベントね、まあ、きっちりね、まあ、自然回復で多分いけると思いますんでね、頑張ってやっていきたいなと思います。まあ、クリア報酬の方で、まあ、一応ね S ランク役所ありますけどね、これはまあ僕今まで多分出たことないと思うんですけどね、はい、まあエナジーとかありますんでね、そちら出てくれればなと思ってます。はい、まあ、自然回復でできるだけやっていこうかなと思ってます。はい、であとですね、今日からね最強決定戦、まあこのオリックス純正はパリーグ限定リーグにね挑んでるんですけども、1日目の2節終わりかなの、一応順位出てますんでね、そちらだけご覧いただきます。はい、はい、1549位ということで、まあちょっと出足悪いかなっていう感じですね。はい、まあ1万以来なんでね、まあもうちょっと、まあもうまだね、あの1日目の2節終わっただけなんでね、全然わかりませんけどね。はい、まあ、今後はちょっと上がっていってほしいなと思ってますね。はい、そういう感じです。はい、それでは宮城選手のまず能力ちょっと見たいなと思うんです。こちらで見ますね、選手メーカーの方で。はい、これですね。はい、先発適正 S 球威79、制球80、スタミナ75ということで、まあもうねぜひ、欲しい選手なんでね、まあ今後、まあ、今日契約書も開封しますけども、ミキサーとかでね、ぜひ欲しいなと思ってますね。はい、球種の方はこういう感じですね。ストレート、スライダーが A でカーブ B ですね。はい、まあ、こういう感じで、まあ、強い選手ですんでね、欲しいなと思ってます。はい、今後契約書ミキサーでね狙いに行ければなと思ってますね。まだ通常ね中川選手だけしか取れてませんので、ね、まだこのオリックス純正はねミキサーやってないんでね、また近々ミキサーもねちょっとやりたいなとは思ってるんですけども、まあ欲しい選手の一人ですんでね、追加されましたんで、そうですね、はい、取りたいですね。はい、そういう感じです。それでは、契約書、開封したいなと思うんですけども、まずはゴールド契約書10枚からいきます。1枚2枚3枚4枚5枚6枚7、8、9、10ですね。はい、そうですね、10枚開封しますんでね、最低でも A ランク1枚は来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします、来い S ラン、来い。ピッチャー調子くん、いや、ちょっと渋そうやな。おお、 A ランク以上ですね。 S ラン来い。 S ランクないかな。サード S ランクはないか、ないか。まあまあ A ランクでもオリックスの選手来てほしい。おお、来た、中野選手、阪神。はい、阪神来ましたね。はい、もう一枚来い、もう一枚来い、来い、ないか、もう最後。ああ、ないっすね。はい、おお、湯浅選手、レンチャン。はい、まあ A ランク1枚ですね、中野選手1枚でしたね。はい、残念です。まあでも A ランク1枚出ただけでもラッキーですね。はい、はい、それでは S ラン確率 10% 契約書、これ3枚ですね。これ3枚一品でいきます。あと1枚どこですかね、こうですね。はい、これですね、S ラン確率 10% 契約書3枚いきますんでね、
1枚ぐらい S ランク出てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。来い S ランク、来い。うん、1枚ぐらい来てくれ。いやちょっと なさそうやな。なさそうやわ。S ランク来てくれ。さあ来い。うわーないか。はい、野村選手日本ハム A ランクですね。はい、 S ランクないか。藤岡選手ロッテ、はい、最後オリックス来い。 A ランク、はい、東選手ロッテということで、はい、残念ながらね S ランクもオリックスもこずということで非常に残念ですね。はい、うん、まあまあまあ、またね三木さんに回します。はい、 S ランク来ませんでしたね、残念です。はいはい、まあ今回こんな感じですね。まあ最強決定戦の方もね今日から、始まりましたんでね、もうちょっとね頑張ってもらいたいなと思いますけども、まあまあまだ序盤戦なんでね、はい、いいかなという感じです。はい、高田の達人も今日からね4日間のイベント、まあ出演回復でやれると思いますんでね、できるだけ出演回復で、やれるところまでやろうかなと思ってます。はい、契約書は非常に残念な結果でしたね。はいはい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオゴロードオリックス純正編でした。